HostTV.com。 正直ね、俺は別にどっちが勝とうとかいいんですよ。ホストクラブって毎月1位から10位までナンバーが決まります。でもじゃあ9位のやつが8位のやつと劣ってるか、8位のやつが7位に劣ってるか、俺は違うとか。でもそこに向けて一生懸命頑張った人間のみが俺はこの業界で上に行けると思ってるし、まあ、今回本当に2人がやっぱりこう前の店からのこう因縁というかお互いライバルの中でこうやってきたっていう中でこういう場面ができて一緒に戦えたっていう、俺はそれが全てだなと思ってます。2人ともこれからもいいライバルとして本当にしのぎを削ってキャンディーを盛り上げてください。きっとキャンディーを背負う2人になると思います。ちゃんと取っておいてくださいね。1年以降歌舞伎町の頂点に立つお店の背負う2人になると思うんで。日本一のホストグループ、グループダンディ。このグループ内でもトップクラスの集客力を誇り、新人キャストも続々と入店。そして多数の競合プレイヤーがしのぎを削るキャンディ。時流に乗るキャンディの次世代を担う2人の男たちがここにいる。2017年年間売上ナンバー3 NOW、それに並ぶ年間ナンバー4セイヤ。彼らの間には切っても切れない因縁の関係がある。そしてその間柄に決着を打つべく熾烈な争いが繰り広げられたのだ。4月の最終営業、怒涛の締め日も幕を閉じ、2人の戦いにも終止符が打たれた。彼らは今何を思う、その先に何を見つめるのだろうか。今から数年前、ナオとセイヤ2人ともホスト TV の番組をきっかけにホストデビュー。当時ナオが店舗のオープニングメンバーとして入店し、数ヶ月後にセイヤが同じ店舗へ入店。その後彼らはさらなる高みを目指して移籍を決意。ナオが先に移籍をし、移籍先として選んだのはキャンディ。その後にセイヤも移籍をすることとなったのだが、なんと彼が選んだのも同じくキャンディだった。ホストデビューから今に至るまで不思議な巡り合わせを経験することとなった2人。現在ではお互い主任という同様の立場、源氏名も同じカタカナ、そして年間ナンバーは3位と4位。そんな宿命の関係にある2人が4月の売上対決をすることとなったのだ。序盤からセイヤが快調な滑り出しを決め、その中でナオも自身の強みを見せつける。セイヤは締め日営業でもその勢いを緩めることなく、ナオを引き離す形となってこの売上対決は終幕を迎えたのだ。彼らはこの戦いを通し何を感じたのか。嵐のような怒涛の営業終了後店内、2人がその思いを語り出す。じゃあさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。1ヶ月やっと終わりました。はい、ありがとうございます。見て分かる通り、お店側の激戦すぎて、お店全体としてすごい盛り上がった月だったんで、僕も本当に必死でもう頑張らないとちょっと顔立たないなって思うとこがあって、まあ、姫様に頑張ってもらってって感じでした。やっぱりそのキャンディーさんのこのレベルっていうのもだんだん上がってきてるっていうふうに実
感されますか？そうですね、僕が入ってからひしひしと感じてるとこがあるんで、まあ、そこはあの本当にキャンディーお店全体としてはあのアピールするところなんですけど、僕個人としてもこの状況で多分ほとんど今月はあの出会ったばっかりのお客様だったりとか指名もらったばっかりのお客様に応援してもらったんで、まあ、ある意味ホストという形で言うならすごいかっこいい形とか数字が出せたのかなって思うんで、まあ、そこは自分としてはすごい誇らしくて、まあ、その上にすごくたくさんの人間がいたっていうのもまたお店として本当にさらに自慢できるところだったんで、今月1ヶ月通して思い出だったら今日の締め日含めて撮影していただいたあの狙い撃ちしてもらったことって本当にこういう大切な日にあの狙い撃ちしてもらえるってことは気持ちとして応援してもらえたからできたことかなって思って、まあ、その中であのホスト TV さんが入ってない中でシャンパン28本ワイン3本ぐらいかな僕応援したいってことで入れてもらえたことは初指名だったんで、本当にそれはすごく大きな気持ちかなって思いました。女の子の気持ちがあって僕の気持ちがあって成り立つものだなって本当に思ってるんで、結果は本当に大事ですけど、結果ばっかりよりも姫様と一対一で向き合った時の気持ちとか思いとか二人の関係とかそういうのが一番僕は大事だと思ってたんで、それが一番ある意味結果に出たのかなって本当に思います。本当に応援してもらった姫様ありがとうございます。やっぱりキラと芝君が強いんですけど、僕も多分アベレージで言えば全然負けないぐらい頑張ってるんで、てか前に頑張っていただいてるんで、キラさんの密着でもあった通りずっと追いかけてた存在だったんで、本当今年こそは抜かせるように頑張っていきたいなと思ってます。今後は僕自身今あの下の子をもっと育てて人間として尊敬される人間でいたいなって思っていることはあるんですけど、まあでもやっぱりホストとしても目指していくところではヒラさんに代わるホスト、まあ、本数でも友達さんに負けないホストになっていきたいなとは思っています。それは代表にポジションをなりたいとかそういうことでもあるわけ、まあ、僕のでも本当の意味での目標で言うならやっぱりまあ自分の城みたいな形でお店を出せるようなまあ思うところで、ともやさんのすごいキャラ濃いじゃないですか。僕はなんかそういうのあんまり意外に根が真面目なんで、キャラ的に何か発掘できてキャンディーにせいやがいるぞっていうところを出していきたいなと。お疲れ様です。お疲れ様です。2018年になってから初めての狙い撃ちだったので、本当に姫さんには感謝ですね。本当に嬉しかったです。聖夜主任で僕の方が先に入ったんですけど、やっぱ聖夜主任の力も実力の凄さを実感したのと、あと上半期もあと2ヶ月あるのでそこまで諦めずに自分の中で切磋琢磨していきたいなと思います。正直言って僕は2017年より2018年から忙しい日々があまりなくて、その中でついてきてくれてる姫には本当に感謝しています。ありがとうございます。僕は本当にすごい不器用ですし、そんな口も上手ではないので、すごい素直にお客様に向き合っているつもりです。これからもそういう僕のことを大切にしてくれている姫は僕は絶対に大切に、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。まだこれから7ヶ月残っているので、7ヶ月で逆転できない売上っていうのは僕はないと思うので、キラー取締役やトナー代表そして聖夜氏に負けるつもりはないので、そのために僕も切磋琢磨していきたいと思いますし、これから出会っていく姫、そして今僕のことを指名してくれている姫を大切にしていこうと思います。まずは次のステップである部長になり、まあ、役職、はい、でその次の現キラオの取締役になって、で1億円を売りたいです。年間、はい、で月間指名です突破して県プロデューサーに認められて新しいお店出してみたいですね。期間が限られてる仕事なので、はい、どうやって頑張れるかっていうのは売り上げ動向、結果動向よりも、てかまあ店がレベル高すぎて、そうですね。だ僕は2018年始まって、今月が2018年の中では過去最高の売り上げで、はいはい、シーズンベストですね。僕もぶっちゃけでもリアルにガチで今月俺ベストだったんで、こう合わせてとかじゃなくて、本当にベストだったんで、なんでかっていうことじゃないですか。でも結局考えたら今年ベストはの理由っていうのはやっぱり姫様のおかげかなっていうのはでかいかな。僕のお客様だったりとか、ツヤのお客様もちろんそうだと同じ役職の人と高いっていうのはやっぱり意識してるし、まあでかいかな。多分ぶっちゃけ自分たちが思ったよりなんか女の子が意識して応援してくれたかなって、本当はね今これ言っていいのか分からない、バランスだから言っていいと思うんですけど、多分2人ともあんまりね戦うみたいなのあんま好きじゃないんだけど、バトルばっかり意識してはなかったな。まあでも負けたくないで僕は頑張って努力して、そればっかりじゃなかった中では女の子の気持ちが強くて感謝
謝するしかないかなって本当思う結果だったかなって思いますよね。本当にやってもらったことをこの企画を通して応援してもらえたことが本当にまあ何よりも嬉しいなって本当に思います。姫様たちの感謝しかないですね。本当にキャンディーってグループダンディーの中でも僕イケメンがめちゃめちゃいると思うんですよ。その中でなんか僕のことを指名してくれさったりとかで野心のことを指名してくれたりっていう時点ですごいありがたいことだし、その中でなんかこうやって売り上げを、まあ、シーズンベストシーズンベストよりシーズンベストねお、すごいことだよね。まあ、ある意味ね、記録をできたのは本当聖夜主任がいたからだし、こちらこそいや本当にありがとうございます。出てくる。ある意味だから2人でちょっとねまた狙って頑張っていって、まあキラちゃんは多分強いと思うし、まあトモヤさんも当たり前に強い中で、まあ俺らナンバーね年間3位4位ってことなんで遅れ取らないように完全に、まあそれだけは一緒に頑張っていきたいなと思って頑張りましょう。わかりづらいじゃん。いや、ありがとうございます本当に姫様ありがとうございました。姫様ありがとうございました。ありがとうございます。キャンディーの次世代を担う2人の男たち、ナオとセイ。1ヶ月間の争いの中、彼らは確かな一歩を残していった。その足が進むべきキャンディーという道はさらに長く高い場所へと伸びている。男たちの歩みが終わることはない。